ナクムは、グアテマラ、ペテン県東部にある古代マヤ遺跡。南のヤシュハ、東のナランホと共に、現在は、ヤシュハナクムナランホ国立公園の一部をなす。ナクムとは、床手古語で、氷炭の家という意味である。比較的大型のマヤ遺跡で、南北二つのグループに分かれ、両者は、長さ285メートルの舗装された柵べで、結ばれている。 建造物 A の入り口は、マヤ文明で、一般的な持ち送りアーチではなく、上が丸くなったアーチを持つ点が珍しいが、最近南の入り口は、完全に崩壊してしまった。フランスのペリニ伯爵が1905年に、ナクムを発見し、写真を撮影した。1910年にピーボディ考古学、民族学博物館による探検が行われた。2006年から、 ポーランドのヤギエウオ大学による長期間の発掘が行われている。2011年、建造物15号から約1300年前と約2000年前の支配者の墓紙洞窟の状態で発見され、2000年前のものは、マヤでは珍しい女性の支配者と判断された。ヤギエウオ大学の研究によると、ナクムとその一体は、紀元前1000年以降に定住が始まり、 紀元前700から500年頃の建造物、複合体からは、当時すでに支配者層が形成されていただけでなく、天文観測が行われていたことも明らかになった。古典期の終わりにおいても重要な都市の一つだった。オルムル川の下半にあり、おそらく交易上重要な場所を占めていた。古典期終末期の旧世紀になって、ほとんどの建物が改造され、 多数の新しい建造物が建てられた。ティカルやナランホといった周辺の都市の崩壊が原因となり、チチェンイッツァなどに見られる新しいイデオロギーを受けて建造物を改造したと考えられるという。ありがとうございます。